はようあるいはこんにちはあるいはこんばんはゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は天魔大戦海戦黄金鏡エルドラドその4を紹介します。この動画は小説新刊21巻をより楽しむための復習動画11本目です。内容は小説18巻です。ミカエルのアルティメットドミニオンによる支配強化がされ、カガリたちはどうなってしまうのか、そして魔王レオンは。前回の動画を見ていない方はまずはこちらからご覧ください。 URL は概要欄に貼ってあります。一気に続けてみたい方は、再生リストの点スラ復習動画からご覧ください。漫画勢やアニメ勢の方にとっては、ネタバレになりますので、注意して、ゆっくりしていってね。あと一歩、その一歩が果てしなく遠い。鉄拳の間に繋がる壊れた扉から、フェルドウェイが姿を現したのである。気になってきてみれば、まさか裏切りを企んでいたとはな。どいつもこいつも、私の大義を理解せぬ部物どもめが。激高して叫ぶフェルドウェイを見て、カガリは計画の失敗を悟った。せめてもの事前策として、ラプラスたちだけでも逃亡させようと試しみる。それは一言、命じるだけでいい。それなのに、声を出すことすら封じられてしまっていた。無駄だよ。アルティメットドミニオンによる完全支配を行ったからね。ミカエル様もお怒りだ。貴様たちを好き放題させた、とな。ついでに、フェルドウェイの冷たい視線が、動きを止めていたレオンを射抜く。目的の人物もここにいたようだね。貴様も忠実なるしもべとなるがいい。その声を聞くより早く、レオンはメタトロンを全力発動させていた。必殺の意志を込めた、迅速の一撃を放とうとして、しかし、すでに手遅れだったのだ。くそ、これは抗えん。心の奥底より溢れ出すように、会ったことすらないミカエルに向けた忠誠心が湧き出てきた。記憶と知識はそのままに、レオンの自我は恍惚とした感情に塗りつぶされていく。クロエ、私は君を。脳裏に思い出される愛する少女の笑顔もまた、抗えぬ高揚感で上書きされてしまうのだった。そんなレオンと同様に、カガリも心が奪われていた。大切な仲間たちへの思いよりも、ミカエルに向けた忠誠心の方が上回ってしまうのだ。私は本当に、いつもいつも爪が甘いわ。と、カガリはひどく悲しい気分で嘆いたが、その後悔すらもすぐに消える。会長、ここで諦めるんですか。ワイはあんたを信じとるで。カガリの心を惑わす声が聞こえた。しかしそれは、何重にも重なるガラスを隔てた先ではめく子供の声のようで、はっきりとは聞き取れない。カガリよ。そいつには呪言が効かぬのか。はい。ラプラスは特別ですので、私の命令に従わなくても良いことになっております。そうか。ならば、不要だな。一切の感情が抜け落ちたような冷たい声は、カガリにも伝播する。はい。今までご苦労だったわね、ラプラス。最後くらい、せめて私の手で始末してあげるわ。会長？カガリの変化に戸惑うのはラプラスだけであった。ティアモフットマンも勇気も、敵であったレオンまで。それが当然であるとばかり見守る構えなのだ。カガリが持つルーインセクターが黄金に輝き、ぼーっとしない。すべてを諦めかけたラプラスを、いつの間にか現れた人物が突き飛ばしたのだ。そして、すべてを破壊する黄金光線を、その人物は剣で弾いたのである。誰や？名乗っている場合じゃないよね。でも、教えてあげちゃう。私はシルビアちゃんよ。超強い助っ人だから、安心してこの場を私に任せたまえ。シルクのような光沢がある薄手のドレスは、戦闘でも活用できる魔国製の特急品だ。スリットからチラリと見える白い足。しかしよく見ると、デニム生地のショートパンツを履いている。邪道だ。激しい戦闘になっても大丈夫なようにという意図なのだろうが、それならそもそもズボンを履けという話である。おしゃれも諦めたくないという強い意志を感じさせる。わがままを体現したようなファッションセンス。その一時からも、彼女の性格が垣間見えていた。その女性は、自らをシルビアと名乗った。そして彼女こそ、切り札として呼ばれていたレオンの師匠なのだった。ラプラスはシルビアを見て、懐かしい気分になった。ラプラスはカガリによって生み出されたデスマンである。生前が勇者だったせいか、カガリに支配されることはなかったものの、ほとんど全ての記憶が失われていた。だからこそ、自分の本当の名前がサリオン・グリムワルトであることも覚えていないし、今助けてくれたシルビアが自分の妻であることにも気づけない。それでも、シルビアが自分にとって大切な人物であるということだけは、本能的に悟ったのだった。何や知らんけど、ワイカテ男や。アンさんだけにこの場を任せるような、そんな情けない真似はしとうないで。調子が戻ったらプラスである。急展開すぎて状況把握もおぼつかないほどだが、それはいつものことだった。だったらいつものように、この場を何としても切り抜けるだけなのだ。そこのあんたら、まだ生きとるんやったらこの場から逃げや。ティアとフットマンの相手でボロボロ見たいやし、こっから先は死ぬで。視線をかがりと勇気に固定したまま、部屋の隅に転がっていたアルロストクロードに声をかけた。二人はなんとか回復薬で耐え忍んでいたのだが、空間拡張された腰袋の中身もほとんど消費してしまっていた。このままでは逃げ出すどころではなくなるのだが、ラプラスからの呼びかけを鼻で笑い飛ばす。はっはっは、心配ご無用。空
苦しい時ほど逃げ出すなかれと、弟子たちにも教えてきたのです。わしが手本を見せねば、誰もついてきますまい。ふ、死たる者、主君を見捨てて逃げるなどもってのほかですからね。二人とも、自分たちがすでに戦力ではなく、足手まといになっているのを理解している。それでも逃げ出さないのは、レオンのために命を捨てる覚悟だからだ。間もなくリムルたちが応援に来ると信じて、自分たちの命すら消費して時間を稼ごうと考えたのだった。アホやな、あんたらも。ハッハッハ道家に褒められるとは思わなんだぞ。クロード殿、褒めてはいないと思いますがな。でもまあ、笑う余裕があるのは素直に羨ましいですよ。ラプラスも、自分も負けてられへんわいと思い直す。仕切り直しや、アンさんを殺せば、会長も元に戻るんちゃうか？せいぜいワイも頑張るとするで。そう告げて、フェルドウェイをしたと睨んだ。この場にいないミカエルよりも、フェルドウェイが何かしていると疑ったのだった。こうして戦場は、謁見の間に戻った。ラプラスとシルビア、それに満身創痍の騎士2名。対するは、フェルドウェイとカガリ、レオンに勇気、フットマントピアである。数の上でも4対6、戦力比では圧倒的に不利であった。シルビア班、聞いていいか？あら、なに？本音で言うと、どこまで相手できると思う？そうねー。それを聞いても、幸せになれないぞ。せやな。ほな、答えんでいいわ。確かにその通りだと、ラプラスは笑った。シルビアは、そのやりとりを懐かしいと感じた。いや、会話ではなく、ラプラスという男の存在そのものから、懐かしい気配を感じたのだ。もしかして、知り合いだったり？いやー、そんなはずないか。まあいいや。今はそんなことを気にしている場合ではないですしね。胸は控えめながらもたおやかな印象のシルビアだが、紛れもなく歴戦の勇士なのだ。さっさと思考を切り替えて、自分の敵を見定めた。ラツジは部下に任せる気なのか、フェルドウェイは動かない。その態度から、シルビアたちを見下しているのは明白。しかし、すでに手遅れだったのだ。圧倒的に不利な状態では、逆に感謝すべきなのかもしれなかった。その傲慢さが命取り。って言ってやりたいけど、こいつは資源の長だよね。神祖様から聞いたことがあるけど、ぶっちゃけ、私よりも強いんじゃないかな？神祖はいい加減な性格だったので、話半分で聞く方がいい。シルビアも何度も騙されて、低体目にあったこともあるのである。だけど、資源たちの活動内容から判断しても、決して弱いとは思えなかった。まさしく話半分だったとしても、シルビアより格上だと推定されるのだ。事実、こうして対峙してみると、その気配が恐ろしいほど濃密であると感じ取れた。そもそも、この場にいる者たちは全員が化け物なのだ。アルロスやクロードでさえも、時代が時代なら魔王を名乗れるほどの逸材なのである。そんな中でも、フェルドウェイは別格だった。正面から戦ったら敗北必至。であれば、ここで取るべき作戦は時間稼ぎ一択である。エルちゃんが言ってたリムル君が、もう間もなく来てくれるのよね。こんな化け物どもを相手にどこまで通用するのかわからないけど、あのベルグリンドまで倒したって話だし。まあ、期待するしかないわねー。シルビアも神祖の皇帝として、かなりの実力者であると実している。実際、存在値にしても200万弱という、覚醒魔王並みの戦闘能力を有しているのだ。それに加えて、彼女の武器はゴッツのバジュラであり、技量面ではレオンをしのぐほど。刃の数は変幻自在で、槍のように伸ばして扱うのを得意としていた。しかも、天候系最上位であるアルケメットスキル、インドラまで所有しているのだから、ギアやフットマンより強いのだ。しかしそれでも、フェルドウェイには届かない。足元にも及ばなかった。ラプラスには自信ありげに豪語したものの、この盤面をひっくり返すのは困難。それで、フェルドウェイが動かないのならば、まだ勝機は残されていた。レオンが操られる可能性だって考慮してある。心とスキルを切り離す術を伝えてあり、今もレオンは必死になって自我を取り戻そうとしているはずなのだ。ちなみにこれを行った場合、権能が失われる可能性が非常に高かった。オベイラが行ったのがまさにこれであり、戦力的には大きなマイナスとなってしまうのだった。そもそも、そんなに簡単でもないため、最後の手段として伝授しておいたのだった。まあ、それもレオン君次第だし、とても優秀な弟子だったけど、成功するかどうかは五分五分といったところかしらねー。そこの二人、私のサポートに徹しなさい、って、そこの道家、あなたの相手は、僕だね。たまには働かないと、評価が下がりそうだもん。シルビアの発言に割り込んできたのは、敵の一人である勇気だ。有無を言わせず、ラプラスに襲撃を繰り出したのである。マジかいな、ボス。ワイはピエロやけど、ラプラス中名前やからな。勇気の相手をしながらも、シルビアに叫び返している。やはりあなたは危険だわ、ラプラス。まだまだ余裕がありそうだし、勇気様だけではなく私も相手になりましょう。そう言いながら、かがりまで参戦した。そんなん卑怯やん。てか、ワイ勝てしまいにはなくで？さすがのラプラスも必死になる。どちらか一人相手でも大変なのだ。それが同時にかかってくるとあっては、おちゃらける余裕も失ったのだった。ここで、レオンが動く。どうやら私の相手はあなたのようだな、シルビア師匠。ですが、私としてはあなたに剣を向けたくない。こちらに寝返ってくれないか？レオンは紳士的に、そんな提案を繰り出してきた。あのねー、レオン君。
あなたが私を呼んだのよ。ええ。ですので、ぜひともこちらの味方に。お話にならないかな。だって、レオン君から恨まれたくないもん。もしも私が今のレオン君に協力しちゃったらさ、後で正気に戻った時に文句言われちゃうものね。シルビアは、レオンが何を目的として生きているのか、生きてきたのかを知っているのだ。だからこそ、レオンの本心を裏切れないのである。しかし、レオンにその思いは伝わらない。レオンにもクロエの記憶はある。クロエが大事であるという気持ちは残っているが、それは、命令よりも優先されないのだ。好きな子がいるんでしょう？今のレオン君を見て、その子がどう思うかな？そう問われて、レオンの心が揺れた。が、しかし、すぐに沈静化して、冷静さを取り戻す。くだらん問いだ。フェルドウェイ様の願いが叶った後で、私の望みを叶えるだけのこと。彼女もきっと、その時まで私を待っていてくれるはずだとも。それはどうだろう。結構本気で問い返すシルビアである。エルメシアなどから聞いた話も総合して考えるに、クロエの意識はレオンに向いていないのは明白なのだ。今のうちからレオンが猛攻を仕掛けないと、待っていてくれるどころの話ではないと思われた。だが、それはレオン自身の問題である。自分が口を挟むべきではないと。まあいいや。その子に振られても泣かないようにね。それを聞いたレオンがつくりと反応したのだが、それに気づいた者は誰もいない。そしてそのまま、シルビアとレオンの戦いも始まったのだった。ラプラスは中央道家連載強の魔人である。無冠の魔王とも言うべき、凶悪な力を持っていた。ユニークスキル、欺くものと見えるものだ。この権能があるからこそ、ラプラスは常に油断することはなく戦えるのであった。高い身体能力に、戦闘センス。そして、完全なる未来予知と千差万別の攻撃手段によって、ラプラスは無敵だった。中央道家連の副会長を名乗っているが、単純な戦闘能力で比べるならば、会長であるカガリを軽く上回っていたのだ。そんなラプラスだからこそ、魔人となってからも長らく腐敗を誇っていた。それに、逃亡すらもラプラスにとっては戦術の一つなのだから、彼が負けを認めるなど滅多にない出来事なのだ。そんなラプラスでさえ負けを認めたのが、目の前に立つ少年、ユーク・カグラザカなのである。しかしそれは、少し前までの話であって。フットマン、じゃあ、レオンのサポートを。そしてついでに、そこの死に損ないを始末しておきなさい。というかがりの命令が合図となる。逃げてばかりでは後がないとばかりに、ラプラスが反撃に出た。相手は二人。しかも、自分と同格かそれ以上の強さだと考えられる。実際んとこ、危険なんはボスの方やろな。かがり様は何の勘の言うて、近接戦闘は苦手やったもん。かがりとは長い付き合いのラプラスである。その得意不得意は熟知しており、カザリーム時代と比べても存在感が別格になっているとしても、対応は可能だと判断していた。そんなラプラスでも、勇気が相手では部が悪いと考える。勇気の強さは以前と違いがないように見えるが、思い込みは危険だった。だからラプラスは、カガリへの対処よりも勇気への警戒を優先させるべきだと判断した。悪く思わんといてや、勇気犯。そう叫び、勇気へとナイフを投擲する。しかしそれは、すべて外れると見えるもので答えが出ていた。それに焦ることなく、ラプラスは次なる手を仕掛ける。勇気が回避するその先を狙って、次々とナイフを投擲していった。カガリへの牽制も忘れない。表面は朗々としつつも、必死に二つの権能を駆使するラプラスなのである。しかし、それでも勇気には届かない。嘘やん。Y の先読みでも、全部外れる未来しか見えへんとは。数秒先では意味がなかった。そもそも勇気には欺くものが通じないのだ。以前もラプラスが勝てないと思った相手だけに、やはり今回も勝利は難しいようである。けどまあ、それで諦めるんもなしやわな。そんなに簡単に負けを認めるくらいなら、最初からこんな危険な場所まで出向かないという話なのだ。ラプラスもまた、勇気の言葉に夢を見た一人なのである。ボス、あんたが言うたんやで、世界征服するちゅうてなー。あははは、バカだな、ラプラス。まだそんな寝言を信じてたのかい？当たり前やん。ワイはしつこいんや。諦めるときは死ぬときって決めとるから、生きてる間はボスを信じ続けたるわい。滑稽だぜ。ラプラス、ピエロだからって、変な笑いを取ることはないんじゃないか？見下すようにそう言い放ち、勇気がラプラスに肉薄した。二人が接近したことで、再びルーインセクターから黄金の破壊光線を放とうとしていたカガリの動きが止まる。しかしラプラスはそれどころではなく、必死になって勇気の攻撃を受け流していた。なんちゅう重い拳や。この人、ほんまに人間やったんか？異世界人ちゅうのも、ピンキリすぎて怖いで、まったく。しかし、それにしてもや。気になることがあった。勇気の攻撃は一見すると苛烈だが、その実、微妙にポイントがずれていた。ラプラスの功績ではない。勇気の意志で、そうなるように仕向けられているのである。その時、ラプラスは気づいた。ちょっと待って。この信号、これってもしかして。
拳を受け流すとき、蹴りを止めたとき、微弱な振動が伝わっていたのだが、そのパターンに覚えがあったのだ。クレイマンの連絡でも用いられていた。それは暗号化されていて他者には読み解けないようになっている。そしてその暗号を知る者は信頼すべき仲間のみ。つまりは何何、早く気づけ、バカ。気づいたら僕と組み合うようにやと。マジかと、ラプラスは疑ったものの、これが罠である可能性は限りなく低いと思われた。勇気がそんな面倒な真似をしなくても、ラプラスは普通に負けそうだったからだ。言われるがままに、ラプラスは勇気との組合に持ち込んでみる。力なら Y の方が上や。試してやるよ。とまあ、がっぷり四つ。そして一瞬で投げ飛ばされた。マジやった。それは罠ではなく、次なるメッセージを託されたのだ。床を転がるふり。というか本当に痛い。押しつつ、ラプラスはそれを読み取っていく。一瞬の攻防ではなく短時間でも組み合ったことで、今度の情報量はそれなりにあった。そしてそれによって、勇気の現状が判明したのである。ボス、正気に戻っとったんかい。この絶望的状況下で、それは嬉しい報告だった。ラプラスは仮面の下に換気の表彰を隠しつつ、その情報をさらに読み込んでいく。何々？このまま戦闘するふりを続けながら、会長を拘束するんやな。あとは任せろっちゅうことは、ボスには何か考えがあるんか。よっしゃ、やったろうやないかい。迷うことなく、ラプラスは行動に移る。勇気との攻防に入ると見せかけ、そのままかがりへと抱きついた。よし。スキルしている。何？お。ガクリとかがりが膝をついた。それをラプラスが抱え起こす。大丈夫ですか、会長？ラプラス？私はどうな？まさか、剣王が、メルキゼデクが消えている？混乱した様子を見せたかがりだが、一瞬にして状況を把握した。戻りなさい、ジェア、フットマン。そう叫んで自分の身を守らせるあたり、さすがの一言だった。そんなかがりでも、驚きは隠せないようである。それでもこの時点で戦況が一変したのだけは、心の奥底から理解したのだった。今回の動画はここまでです。次回は、デシレオン、VS 師匠シルビアを紹介します。最後まで見ていただきありがとうございました。これからも〇〇相関図や〇〇復習など作っていきますので、チャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。また見てね。バイバイ。